さて、それではですね、いよいよ掛け算と割り算が一緒ボタンになったコラボ問題をやっていきましょう。で、まずですね、今これは全部、まあこれはだけは割り算ばっかりですけど、掛け算と割り算が同時に入っています。で、こういう問題をするときには足し算引き算が混ざった式っていうのを思い出してみてください。どういうアプローチを取ったでしょうか。こういう掛け算と割り算、足し算と引き算が混ざったやつ、今回は掛け算割り算だけなので、その掛け算割り算だけの式の時のポイントをお話しすると、私たちは数学を勉強するときに覚えておかないといけないポイントがありました。それは自分のすでに知っている形に直していけばいい。混ざっている式はどうも面倒くさい。私たちは掛け算だけにしてしまえばこの式を処理することはできるはずなんですよ。一歩前に掛け算の問題やったので。で、もちろんこれは今3項ありますけど、掛け算が3つになったものは、ね、2項の掛け算に頭の中をね、また戻してあげれば、2項の掛け算をやってからその結果と残った1個のね、また2項の計算で済んでしまうでしょ。なので数学っていうのは自分の知ってるもっと簡単な形に直していくっていう発想を常に持っていてください。今回はもう全て同じです。これは符号を全て掛け算になるっていう発想でいきましょう。符号というのはここですね。ここの符号を全部掛け算に統一する発想を持ってください。そうすれば私たちの知っている形に、見慣れた形になるはずです。例えばこれはまず割り算を掛け算に直しましょう。割り算、マイナス9で割るということはどういうことだったかっていうと、これは頭の中で分数を作ってもらって逆数を考えればいいんですよね。マイナス9で割るということは、この逆数である9分の1じゃないですよ。9分の1ではなくてマイナス9分の1ですよね。マイナス9分の1に直せばいいんですよっていうのを思い出してもらうと、こういう式になります。これで全て掛け算に直りました。今度はこの3つの項の中にマイナス、要は負の項がいくつあるんです。負の項は今こことここなので、2つあるからここを掛け算したらプラスになるよね、だからプラスに直しておこうねって話を前回の動画で撮ったと思います。なので残りはここにもマイナスがあるんで、じゃあ負の方は残り1個あるから答えは負になるはずですよね。なので、まずはこことここで約分をして 4×2 で8、符号はマイナス、よって答えはマイナス8っていう風にしてもらえたらいいな。まあ今ちょっと先にね、項が、負の項が2つって言っちゃったけど、ここにも負の項がありましたね。なので残った1個に関しては負が残っちゃうから、ちゃんとここに反映させていきましょう。さあ2個目です。割り算になっているものを全て掛け算に直しましょう。全て掛け算に直します。発想は同じです。マイナス6で割るということは、この逆数であるマイナス6分の1を掛けるということと一緒です。なので 24×-6/1 になります。同じ発想です。マイナス2で割るということは、マイナス2分の1をかけるのと一緒です。マイナス2分の1に直しましょう。この項の中と、この式の中に負の項は2項しかありません。この2つは負だから、掛け算をするとプラスになってくれます。なので最初にプラスに直しておきましょう。あとは約分です。24と6で約分をして4、2と4で約分をして2、符号はもうプラスしかないので答えはプラス2ということですよね。はい、さあ3つ目です。マイナス27かけるはそのままに残しましょう。割り算を分数に直します。逆数を取って、全ての項はそのまんまここだけ逆数マイナス9分の1に直します。で、この場合は負の項が3つある、負の項が3つあるから、ここの2つでプラスプラスに直しておきましょう。あとは約分ですね。9と27で3、3と3で割り切れちゃう。符号はマイナスが残っているので答えはマイナス2ということになります。ちょっと早いでしょうか。大丈夫ですか。いいでしょうか。さあラスト、これですね。今度は分数だけの計算です。分数計算も全く同じにいきましょう。
割り算を掛け算に直します。逆数を取りましょう。マイナス4分の7かける14分の15かけるこのままですね。マイナス5分の4。今負の項は1つ2つ、この負が掛け合わされるとプラスになるので、先にプラスに直しておくと、もう負には負の項はなくなります。符号はプラスになるはずですね。あとは約分です。7と14で約分、2と、こっちでしましょうね。で、5と15で3、2分の3、符号はプラス、2分の3で終了です。さあ、どうでしょうか。まずは割り算と掛け算、全部入ったものに関しては、両方入ったものに関しては、掛け算に全て統一させます。掛け算に統一させてしまえば、あとはどんな順番で掛け算をしても構いません。この項とこの項を先に計算してからこの項を考えてもいいですし、前2つだけを先に計算して残りとこれを計算してもいいし、ね、後ろ2つ先に計算してから27をかけてもいいし、掛け算だけの計算になれば順番はどういうふうになっても構わないわけです。なので、数学の発想というのは、自分の知ってる形、見慣れた形にどう直していけばいいのか、そのプロセスを見つける作業だと思ってください。難しい問題を難しく感じる一つの原因はそこです。いろんなプロセスをすっ飛ばして、いきなり見慣れない形になってるけども、その見慣れない形をヒントをもとに自分の知ってる形に紐解いていく作業、それをやってしまえば自然に自分の知ってる回答を使えるようになるので、その難しさを克服するっていうのも、難関大とかを受ける人たちっていうのは、これは中学生の問題ですけど、難関校とかを受ける人たちっていうのは知っておかないといけないんですよね。なので今回はこのように全てを掛け算に直して、符号に注意しながら計算ミスだけしないように進めてもらえば大丈夫なんで、しっかりここはね、1時間ぐらいかけてバッチリ計算をしてから、ラスト加減乗除のコラボ問題に進んでいきましょう。